こんにちは。副業サポーター、堀秀夫です。私が輸出サポートで実現したいこと。奴隷解放宣言。私が物販ビジネスのサポートを始めて、もう10年を超えます。本も2冊出版しました。2010年に輸入ノウハウの本。2013年に輸出ノウハウの本を出版しました。およそ30回も転職を重ねた飽きっぽかった私が、 なぜ、十年も物販サポートを続けているのか。何人かの社畜を救いたい。日本を元気に、みんなの笑顔を。そんな大それたことは考えません。誰かが私の本やブログ、動画を見て、いいね、自分にもできるんじゃないと思う。その人に輸出ビジネスのスキルを伝えたい。何人かの社畜を救いたい。その願いは叶って、 何人かの人は社畜から脱出済みです。誰かが喜んでくれて私も暮らしていける。それなら転売サポートを続ける意味がある。そんなわけで私は10年以上物販ビジネスを教え続けています。輸出ビジネスで稼ぐスキルがあれば自由に暮らせます。アメリカ、ナパバレーのオーパスワンのセーラー見学。オーストラリアのシドニー。 ギリシャのアテネバリ島中東のドバイこれらの国を旅行しながら私は暮らしています通常ビジネスを覚えるには最低3年はかかりますところがアマゾンを使えばわずか半年で結果が出ますやることは買い物した商品を高く買ってくれる人に売る たったこれだけです。シンプルな内容ですし、日本で仕入れて伸び盛りのオーストラリアアマゾンで販売すれば、半年で自力で稼ぐスキルが身につきます。日本人なら、自力で稼ぐ力を身につける必要があります。輸出スキルのない日本人には厳しい未来が待っています。後継期は来るのか総人口の推移です。見事な右肩下がりです。 日本の人口は右肩下がり。日本で物が売れないのはアマゾンのせいばかりではない。ビジネスモデルが悪いわけでもない。市場が小さくなれば売り上げが下がるのは当たり前。年金で暮らせるのか。年給支給開始年齢が70歳に上げようと。70歳超えで選択肢にしようというようなね、法案が検討されています。 またこちらね、厚生労働省の年金改革法を成立しましたという形で、制度の持続可能性を高めるというふうな文面があります。年金問題は今や老後暮らせるか、いくらもらえるかという問題ではなく、年金制度が存続可能かの問題になっています。また、それだけ厳しい状況なら、資格を取ろうというような考えをする方もいらっしゃいますけど、 日本で一番難しい弁護士資格。弁護士資格を取ったら人生が変わるのではということで、とっても残念ながら、弁護士の平均収入も見事に下がっています。200万から400万の間にこの弁護士の収入があるってのは結構衝撃的ですね。せっかく日本一難しい資格、弁護士資格を取っても年収2 300万も当たり前という悲惨な現実です。 日本最難関の資格、弁護資格も所得を上げる効果はほぼなし。勝負する場所を日本に限定すると優秀な人でも生きるのに必要な額を稼ぐのは難しい。しかし、輸出に目を向けると別世界が広がります。輸出ビジネスの魅力私は輸出ビジネスに出会って自由に暮らしています。私はインターネットを使って稼ごうと決めてから実際に稼げるようになるまで 大変な回り道をしました。稼ごうと決めてから実際に収入を得るまでに3000万円以上の無駄金と3年の月日をかけています。あなたには回り道をせず最短距離で稼いでほしい。そんな思いで輸出サポートを提供しています。今のあなたが大した努力もせずに稼げる仕事を見つけて、それを突き詰めるのが成功率の高い稼ぎ方です。だから日本に住んでいて、 日本語がわかるという、日本人なら当たり前のことが稼ぎの種になる輸出ビジネスに取り組むわけです。私は初心者でも稼げるようにサポートしてきたから、10年間、物販サポートを続けることができています。何人かの社畜を救いたい。その願いをもっと叶いたいです。アマゾンがオーストラリアに上陸しました。日本に住んであるあなたに、オーストラリアアアマゾン副業で稼いで、 好きな場所で好きなように暮らせるチャンス到来です。